東京の片隅八王子からリアルな情報を発信中、八王子国の歩き方。もし君が都会に少し疲れて心がフリーズしてしまったら、ここに来てみるといい。八王子市音形町、ここには君を再起動させるパスワードがきっとある。 Hey yo, it's been a while. What's going on?ここまで来たならベベコーダウン、やめらんないその手の SNS。 I'm worried about you。 この世界君と前めぐり合い、止めどない見つめ合い、終わらないだからダウンタウンタウン。Rap でよ、やろうかと思ったんですけど、これめんどくせんでやっぱやめます。あ、申し遅れました。私、八王子国ナビゲーター中野智之54歳独身、どうかお見知りおきよ。本日孤独中年が車を走らせているのは、八王子の山ん中にできたおしゃれなバーガーショップ音形ビューにログインするため。ここら辺りは八王子のいっちゃん端っこ。これより先は神奈川県八王子市上音形町。町とはいうものの、もうこれ完全山ん中。八王子市の 61% は緑地帯。まあざっくりいや山です。神馬山、高尾山、影信山、今熊、小仏、白山と中小の山は数えきれないほどあり、マウンテンウォーキング人口は都内随一。最近なんだか心が晴れないなぁと思っているあなた、八王子へ来てどの山でも登ってみなんせ。かのフロイトは言いました。心の健康とは愛すること、働くこと、自然にその身を投じること。てなこと言ってるうちに、ほらもう目的地の音形ビューに到着。いやなんて気持ちのいい。これだけ大量の緑を目前にすると、ストレスは強制的に減圧され、視界は広がり、画角がぐわっとワイドになる。緑ってこんなに眩しかったっけ。川のせせらぎに鳥のさえずり、風が揺らす木々のざわめき、脳内にディレイする。都市の残響は森が奏でるサウンドにかき消され、なんだか呼吸が楽になったような、そんな気さえしてくる。ここが森の中のバーガーショップ音形ビュー。どう、おしゃれでしょ。ここのマスバーガー、マウンテンウォーカーたちの間で大評判。マスバーガー激うま、マスのフライ超美味しい、などなど絶賛の嵐。店内に入ると、ストイックなまでにすっきりとデザインされた内装が心地よい。音形を流れる清流北朝川はニジマス釣りの聖地。その聖地で食べるマスバーガー、美味しいに決まってるよね。バーガーはオーダーが入ってからその都度作る。揚げたてのフィッシュフライほど美味しいものはないからね。さっくり焼いたバンズに辛みのないマスタードをたっぷりと塗る。マスタードの香りと酸味って最高だよね。もうそのマスタードにレタス乗っけたバンズのみでも絶対にうまいじゃん。もちろんこのレタスも八王子の地場野菜、甘みが強くて美味しいんだって。んで、揚げたてのフィッシュフライ、クリスピーさを極限まで引き出すために二度揚げして衣の水分をきっちり飛ばす。うまそう。こだわりの秘伝のしば漬けをアクセントに加えたタルタルソースをたっぷりとのせ、はい、出来上がり。ドリンクは音形さんのブルーベリーを使用したブルーベリースムージー。おじさん喉乾いちゃってね、もう更年期で汗かいちゃって。まずはスムージーでジジイの喉におしめてよ。あー冷たくて気持ちいい。喉にぽっかりと穴が開いたようだよ。うんま、うん、ブルーベリーのいい香り。あ、バナナミルクがベースになっているのね。うん、濃厚で美味しい。バナミルのコクがブルーベリーのクリアな酸味によって絶妙な軽やかさを得て、ごくごく飲めちゃう。うん、止まんない。あー、ダメダメ。これマスバーガーと一緒に飲むんだから一気飲みしちゃダメよって分かっちゃいるけど。 Nobody can stop me。 己の中の動物がもっとよこせと叫んでいる。バナナの香りにはアミルエステルなどのともすれば臭いと感じる成分が含まれているのだが、この微妙なネガティブフレーバーが単純な甘さを深く丸みのある旨味に変換させ、味覚をグリップして離さない。しかもこのバナナのアクセントフレーバーはミルクとの相性が抜群。飲み終わっちゃった。さあ噂のマスバーガーいただきます。うまっ。衣がサクサク、このガサゴソ感がいいね。お、魚肉の旨味もしっかりしてるな。でまたこのタルタルソースがやったらうまいな。マヨネーズにしば漬けの塩味と甘みが加わることによって、こんなにもまろやかで深みのある味わいになるなんて。このタルタルソースをさ、食パンにたっぷり挟んで子持ちししゃものお腹みたいに丸々させてかぶりつきたい。うまい。そんでもってこの景色、眺めながらのハグつって、最高。しかしめちゃうまだなこれ。フィレオフィッシュみたいな味かって。奥様ご冗談は。レスンの、ちょっと待って奥様、こいつはそこらの量産タイプじゃございません。
ピでワラスカ好きそうだなじゃん。スケールペイント巨大な塩それ美味しいけどまあ限界はこっちはトラウト鮭マスサーモンサクッと焼けてる軽やかバンズ二度揚げしっかりクリスピータルタルソースはしば漬け玉ねぎ卵にレモンにソルトにペッパー仕上げはパセリでルーのワラムセこいつがまさにフィッシュキング本型から来たダークホースキッチンのフィッシュと一緒にすんなよマックもケンタも全部フェイク肥料のくせに伊豆が高い控えようローダモンドコローダこいつがフィッシュウロワイヤルだというわけでございましてこれ本当にうまいんでねもう一個食べちゃおうかな自然の中で食べる食事ってなんでこんなに美味しくなるんだろうねほら出来たてあったかいのこれボリュームはしっかりあるんですがねバンズがサクッと軽やかタイプなんでスイスイ入っちゃうのうんうまいフィッシュフライからタルタルまで総じて品が良いリッツカールトンの朝食で出してもおかしくないレベルのリッチなお味うん歯ごたえの妙ザクザクと衣を破壊する快感とタルタルの中のしば漬けと玉ねぎをシャキシャキと球子ですりつぶす快楽2つの異なる食感が充実の咀嚼エクスタシーとして脳内を駆け巡るそして何よりの調味料は眼前に広がるこのランドスケープ森はいいなぁこの大量の木々たちがソーシャルな関わり合いを遮断し緩やかに流れる時間を取り戻させてくれるネットの登場により人類はつながりすぎてしまったいや先日高校のズーム同窓会ってのがありましてねソロのアラフィフの皆様ならお分かりいただけるとは思いますが50代未婚の男性にとって同窓会とは一種の暴力であります同窓会に参加すれば必ず同じことを聞かれる結婚は子供は彼女はああ結婚してないんだよ俺いや離婚したわけじゃなくて未婚なのようんだから子供もいないの彼女なんかいるわけないだろハゲかけた三等身の54歳に彼女ができると思うかえ YouTube やってるからモテるだろってそれってあなたの感想ですよねエビデンスはあるんですかそれとも俺の知らない間にハゲモテとかチビモテとかそういうブームが来てるんですか嘘つくのやめてもらっていいですかイエスかノーで答えてください他に質問はとこのような会話をして場の空気を重くしそそくさとログアウトすまん旧友たちよ会をしらけさせるつもりなど毛頭なかっただが友よ結婚離婚だけが人生かいやもしかしたらそうかもしれないでもね50過ぎの未婚族たちをもうそろそろその話題から解放してやってはくれまいかあここでアラフィフの皆様に八王子国ナビゲーター中野より新しい概念の提案がございます結婚離婚脱婚シングルの50オーバーは結婚という制度自体から下脱したってことで脱婚という新概念にカテゴライズすることでこれからはどうかそっとしておいてやっておくんなましそうそう実はこの大型ビューショペンドギャラリーになっておりまして八王子の三上牧場の限定アイスがあるかと思えば静かなる天才陶芸家かなこ上島の作品も展示してあるという異空間まるでニューヨークのウエストビレッジにあるギャラリーカフェみたいな店が森の中に忽然と現れることの不思議こんなクレイジーでファンタジーなアイデアで八王子をいや世界を面白くしようと試みているのが彼門脇大輔さんデザイナーでプロデューサーしかもショップの経営までこなしあらゆる侵入角度から世界の秩序にバグを仕掛ける奇才彼は音型ビューの他にも同じく音型エリアにクリープストアという雑貨カフェをプロデュースしているオープン当初はなぜこんな田舎にこんなおしゃれな雑貨屋がと多摩ローカルツイッター界隈で話題になった音型ビューにしてもクリープストアにしても通常の経営戦略ではありえない立地つまり街の外れや森の中といった人目につきにくい場所にわざわざ出店しているその理由を門脇氏にお聞きしたところその方が面白そうだからとのこと彼は資本主義の文脈とは全く異なる思想でビジネスを組み上げるクリープストアは門脇氏がグローバルに集めた愛おしくもくだらない雑貨たちと日本のインディビジュアルなアーティストたちの作品がぎゅうぎゅうのギッチギチまるでマンダラのように配置され店内が一つの小宇宙を体現している特筆すべきはクリープストアにはカウンターがあってそこで店内の門脇セレクション世界の激うま缶詰をレンチンしてそれをつまみにクラフトビールやらワインやらを引っ掛けてクリープスタッフとサブカル話に花を咲かせるなんてこともできるいわゆる角打ち酒場的な機能もビルドインされているこの時は門脇氏と筒井康隆の小説旅のラゴスが宮崎駿監督でアニメ化されネットフィリックス全12話のパッケージで配信されたとしたらというオタテーマでクリープのメロンソーダを飲みながら延々2時間喋り倒しましたあー楽しかった
あ、クリームソーダってさ、久々に飲んだけどこんなに美味しいもんなんだね。炭酸がしっかり効いていて、喋りすぎて熱を帯びた喉をチリチリと刺激していた気持ちいい。さっぱりソーダとまったりクリーム、相反する2つの要素が仲良く喧嘩している。まるで大島渚と野坂昭如みたいなアンビバレントな名コンビ。ソーダ水にバニラアイスが溶け込むと、せっかくのさっぱりがかき消されてしまうのではと思ったけれども、意外にもさっぱりとまったりは別々の味わいとして口中でじゃれ合い、楽しきことこの上なし。さすがは長年市場に存在し続けただけのことはある。さっぱりクリーミーという味覚の盲点を鋭くついてくる喫茶ドリンクの名作、メロンクリームソーダ、ぜひクリープのカウンターでご賞味あれ。しかしこの空間にいると心が落ち着くっていうか、ホッとするっていうか、それは多分きっと何の役に立つかもわからないこの小物たちが僕という存在に似ているからに他ならない。54にもなって結婚もしていない、子供もいない、何の生産性もない社会不適合者。ズームの同窓会でクラスの人気者が僕に言った。中野、結局普通が一番幸せなんだよ。普通、普通とは何だろう。友よ、僕は54年も生きているのに未だにそれがわからないんだ。普通に結婚して、普通に子供を産んで、普通に育てる、そんな風に暮らせたらどれほど良いかと心から思う。でもね、普通に暮らしているつもりがどこかいつもずれていて、結局はこのありさまさ。あ、そうそう、そういえばね、ズーム同窓会を僕がログアウトした後に、みんなで中野に彼女を紹介しようという流れになったと聞いたけど、どうか思いとどめてはくれまいか。ミドルエイジクライシスをこじらせたサブカル中年には君たちの善意が重荷になることもあるんだ。君たちが今やろうとしていることはだよ、例えるならフルマラソンの給水所で 42.195キロ走っている人間にサーターアンダギーを配るがごとき商業。どうか一つ今回のところは、君たちの普通の幸せってやつを心にしまって、それぞれの家庭に持ち帰ってはくれまいか。普通とは何の変哲もなく人並みの人生を手にしているありさま。普通とは閉じた相互評価のネットワークが生み出す世間というシステム。君がもし人生に少し疲れて心がフリーズしてしまったとしたら、ここへ来てみるといい。君を再起動させるパスワードは、街の外れに忽然と現れる雑貨屋に隠されている。八王子市御方町、とりあえず都内では一番世間から遠い場所だ。